今日は日本ハムとの接戦を制し、岸投手が2球団での60勝を達成。3位ロッテに2ゲーム差に迫りました。先発はチーム最年長39歳の岸投手。その立ち上がり、レイネス選手にカーブを捉えられました。先制を許します。それでも打線はその裏、1番小郷選手、初球を振り抜き7号ソロアーチ。先頭打者ホームランですぐさま同点とします。同点に追いついてもらった岸投手でしたが、2回万波選手に18号ソロを浴び、またも1点を勝ち越されます。その後もう1点追加され、迎えた4回、辰巳選手の打球はライトスタンドへ。7号ソロアーチで1点差に迫ります。7回のマウンドにも上がった岸投手は三者凡退に打ち取り、7回100球5安打3失点でマウンドを降り、味方の反撃を待ちます。するとその裏、満塁のチャンスを作り渡辺義明選手。レフトへの2点タイムリーツーベース。この回4点を奪い逆転に成功します。9回抑えの則本投手が1点差に迫られ、なおもピンチ。ここをしのぎ逃げ切った楽天。岸投手は史上3人目の2球団で60勝を達成しました。